今日はバレンタインデーにチョコレートストロベリーカップケーキを作りたいと思います。ハングリーハスキーです。このチャンネルでは海外料理を簡単に作れる方法を紹介します。でせっかくバレンタインだから妻のためにちょっと特別なカップケーキを作りたいと思って、チョコレートストロベリーカップケーキの中にイチゴのフィリングを入れたいと思います。 These are gonna be absolutely delicious. Let's go。今回必要な材料は薄力粉、ココアパウダー、グラニュー糖、チョコレートチップス、卵、オリーブオイル、牛乳、お酢、バニラエッセンス、ベーキングパウダー、塩、ストロベリー、レモン、クリームチーズ、バター、パウダーシュガーとダークチョコレート。Okay, まずは you're gonna need a big bowl and 80 grams of granulated sugar. Next, add 150 milliliters of olive oil. Get all of that out. Once you bake it, you won't taste it at all. 心配しないでください。And we're adding one egg. 室温の卵を1個入れます。And よく混ぜる。こんな感じ。混ぜるときにボールが動かないように、こうやってタオルを敷いてます。次はドライの材料を混ぜ合わせる。So we'll move this out the way. 120g の薄力粉。This is cake flour. それに we're adding 30 grams of Dutch unsweetened cocoa powder. Need to get that all out. Dutch のココアパウダーはすごくクオリティがいいんだけど、それが見つからなかったら普通のココアパウダー使っても全然大丈夫です。そして、ベーキングパウダー小さじ1。This will help the cupcakes rise. と塩小さじ1。And give this a little mix. Okay. で、ドライの材料をウェットに入れます。ザルを通して入れます。そうすると、it gets rid of all the lumps from the flour. 少しずつ入れていきます。Fold it in.80ml の牛乳を入れます。お、あ、すごいいい匂いしてきた。で、小さじ1のお酢。Vinegar mixed with the baking powder will help the cupcakes to rise. 最後にお酢の味を全然しないから、Don't worry. で、バニラを入れます。これは小さじ1。あんまり混ぜすぎないように気をつけてね。And we have chocolate chips. 僕、チョコレートチップ入れるのがすごい好きなので、チョコレートチップがなかったら普通のチョコレートを細かく切って入れるのもできます。Give this a mix. Okay, and our batter is ready. We're using these paper cups.これ100均で買えますのですごく便利。And we'll put one in each. 今日は6個作りますので、カップケーキの型によるんですけど、この量で6個から8個作れます。 Beautiful. And then I like to use a ice cream scoop. アイスクリームスクープを使って簡単にいい量を入れることができるのでおすすめです。So let's see if I can do this without making a huge mess. Oh, 危なかった。 Nice. もうちょっと入れてもいいかもしれない。 Okay. 本当はいけないんだけど、焼かなくてこのまま食べてる人もいるらしい。僕はやんないけど。 Oh, that was a good scoop. Oh, no!いつもやっちゃうんだよね。あ、これちょっと入れすぎたかも。Okay, never mind. ちょっと入れすぎちゃった。
That looks amazing. Look at that. 超綺麗。これはちょっと多すぎたけど。180度に予熱したオーブンで20分から22分ぐらい焼きます。Let's put it in.カップケーキが焼いてる間にストロベリーのフィリングを作ります。フレッシュのイチゴかこうやって冷凍したイチゴ両どっちでも使ってもいいです。鍋に 150g のイチゴと半分レモンのジュースとグラニュー糖大さじ1を入れて中火にかける。そしてマッシャーでイチゴをできるだけ潰します。マッシャーがなかったらフォークも使えますよ。水分が半分になるまで 4、5 分くらい煮る。そして火を消して冷ます。カップケーキを20分焼きましたが爪楊枝で確認したところまだ中まで火が通ってないからもう2分焼きます。もうちょっとだね。めっちゃ美味しそうじゃない？で、カップケーキを完全に冷ましとくので10分から15分かかるんだけど、その間にトッピングを作ります。最初はチョコレートのハートを作りたいので We'll start with that。 こういうメタルのステンレスのトレイを使って冷凍庫で数分冷やします。 50g のダークチョコレートをボウルに入れて電子レンジで数秒溶かします。Give it a little mix. こういうパイピングバッグを使います。こういうコップに入れて、こうやって広げると、もうちょっと簡単に入れられる。本当にちっちゃい穴を開けるので、失敗しちゃったかもしれない。うわぁ、あ、これを硬くなるまで冷凍に入れます。ストロベリークリームチーズフロスティングを作ります。大きいボウル 50g のバター、これ無塩バターを使ってます。クリームチーズ 200g、これ全部室温の方が混ぜやすいです。We're using the electric whisk. こうやって混ぜ合わせる。Make it nice and fluffy. タオルを敷いた方がいいね。これ結構跳ねるから大きいボールをおすすめです。That looks amazing. で、ここからさっき作ったストロベリーのフィリングを大さじ1ぐらい入れて、小さじ1のグラニュー糖とパウダーシュガーを少しずつ入れます。これは 30g から 40g。If you want it thicker, use less powder sugar. 半分ぐらい入れてから混ぜ合わせます。また忘れた。OK!That looks fantastic. Yes. で、これもパイピングバッグに入れます。で、今回はこういう形、ここに入れたいので、ちょっと大きい穴を切って、Perfect. この中に入れます。Great. There we go. Now we just need to push it down a little bit.はい、この感じです。で、カップケーキの真ん中を穴を開けてストロベリーのフィリングを入れたいです。カップケーキを出します。 Very careful when you take it out。 こうやって3センチくらい深い穴を切り抜いて食べていいです。うん、あ、すごい美味しい。で、この穴の中にフィリングを入れます。
and we'll do that with all of them. あ、ちょっと入れすぎた。リンゴの種を一気に取れるツールがあったらもっと簡単かもしれないです。And the last one. 全体的に形が崩れないように気をつけてね。フロスティングを上につけます。これいつも緊張しちゃうんだよね。Oh, they look really good. Not bad. はい、そしてハートのチョコを冷凍から出します。ストロベリーチョコっと乗せる。長く持っているとチョコレートが溶けてしまうから、ちょっと急いでやってね。最後のちょっと失敗しちゃったの。はい。Of course you want to see the inside, right? じゃあ、一個切ってみます。たらーん。うん。Look how amazing that looks. You see that? 絶対美味しい、これ。We'll see what my wife says. Hopefully she'll like it. はい。かわいい。なんかすごいハートがアーティスティックだね。ハートが一番難しかった。これはプレゼント？いや、プレゼントじゃないけど、バレンタインのために作ってあげた。ありがとう。はい。I hope it's good. え、これ今食べた方がいい。うん。あ、落ちちゃう。わぁ。どう？あ、チョコレートも入ってんの、中に。Yes. すごい美味しい。甘酸っぱさがある。うん。結構合うね、チョコレートと。うん。Don't drop the strawberry on top. よかった。ああ、よかった。妻が好きで、すごいよかった。嬉しい。さっき切った方を食べてみる。いただきます。うん。あ、すごい。おいしい。Oh, wow. チョコレートがすごいリッチな味がして。The frosting is really creamy.And then you have the strawberry filling. その3つの組み合わせ。It is absolutely gorgeous. チョコレートも。These cupcakes are amazing. 皆さんもバレンタインデーに特別の誰かのためにこのチョコレート and strawberry cupcakes を作ってみてください。もっと濃いレシピを見たかったら、Hungry Husky のチャンネルに登録してください。あと、いいねとコメントも忘れないでね。I'll see you in the next one. Happy Valentine's Day. I think this is the best cupcakes I've ever made. 今まで作ってきたカップケーキの中で一番出来上がりが良かったかもしれない。